んにちは。ハンドメイド作家のみかこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はダイソーの1個税込み220円のパティシエのナチュラルウッドを使ってヘキサゴンのブランケットを編んでいきます。こちらのパティシエ、素材はアクリル 100% で、重さは約 80g、 糸の長さは約 130m になります。かぎ針は7号針を使用して編んでいきます。それではスタートです。ではまずは輪っかを作ります。輪っかを作り、輪っかにかぎ針の7号針を入れ、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる。鎖編みを5目編んでいきます。鎖編みを5目編んでいきます。3目編みましたので、4、5、鎖編みを5目編みました。そして1つ目に編んだ鎖編みに針を入れて引き抜き編みを編んでいきます。1つ目に編んだ鎖編み、こちらに針を入れて引き抜き編みを編んでいきます。引き抜き編みを編んでいきます。そして円を作っていきます。では引き続きヘキサゴンのブランケットの1段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目を編みます。1、2、3目。そして今編んだ鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。今編んだ鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。1つ目を編みました。2つ目を編んでいきます。今編んだ鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。1段目はまずは鎖編みを2目編んで、1、2、3、そして今編んだ鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って長編みを3目編んでいきます。鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って長編みを3目編んでいきます。1つ目を編みました。2つ目を編んでいきます。鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って2つ目の長編みを編んでいきます。このようになります。3つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って3つ目の長編みを編みました。そうしますとこのようになっていきます。1段目は鎖編みを2目編んで、1、2、そして鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って長編みを3目編んでいきます。鎖編みの円に針を滑らせて、丸ごと目を拾って
長編みを3目編んでいきます。1つ目を編みました。2つ目を編んでいきます。鎖編みの円に針を滑らせて丸ごと目を拾って2つ目の長編みを編みました。3つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みの円に針を滑らせて丸ごと目を拾って3つ目の長編みを編みました。そうしますとこのようになっていきます。1段目はあと3回これを繰り返していきます。1段目はあと3回これを繰り返していきます。このようになります。そして残り3回繰り返し、長編みの模様が6個できました。1、2、3、4、5、6、このようになります。では最後を編んでいきます。最後はまずは鎖編みを1目編みます。1、そして立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて細編みを1目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編み、こちらに針を入れて細編みを1目編んでいきます。細編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。これで1段目の編み上がりとなります。では引き続きヘキサゴンのブランケットの2段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目を編みます。1、2、3目、そして今立ち上がりの目を編んだ根元の細編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編み2目の玉編みを編んでいきます。まずは1つ目の長編みを編んでいきます。今立ち上がりの目を編んだ根元の細編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして3つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。長編み2目の玉編みを編みました。このようになります。2段目はまずは鎖編みを1目編んで1、そして前の段の立ち上がりの目と長編みを2目飛ばして前の段の鎖編み2目に針を滑らせて丸ごと目を拾ってまずは長編み3目の玉編みを編んでいきます。前の段の立ち上がりの目と長編みを2目飛ばしてまずは1つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて
3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。一気に引き入れていきます。長編み3目の玉編みを編みました。そして間に鎖編みを2目編んで1、2、同じ目にもう一つ長編み3目の玉編みを編んでいきます。同じ鎖編みに針を滑らせながらもう一つ長編み3目の玉編みを編んでいきます。1つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。そうしますとこのようになっていきます。長編み3目の玉編みを2つ編んで、そして間に鎖編みを2目編んで1つ目のヘキサゴンの角ができました。2段目はまずは鎖編みを1目編んで1、そして前の段の長編みを3目飛ばして鎖編み2目に針を滑らせてまずは長編み3目の玉編みを編んでいきます。前の段の長編みを3目飛ばして鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾ってまずは1つ目の長編みを編んでいきます。丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。一気に引き入れていきます。長編み3目の玉編みを編みました。そして間に鎖編みを2目編んで1、2、同じ目にもう一つ長編み3目の玉編みを編んでいきます。1つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。一気に引き入れていきます。長編み3目の玉編みを2つ編んで、そして間に鎖編みを2目編んでヘキサゴンの2つ目の角ができました。という形で
あと3回同じことを繰り返していきます。このようになります。そして残り3回繰り返すとこのようになります。ヘキサゴンの角が5つできました。1、2、3、4、5個。では最後の角を編んでいきます。最後はまずは鎖編みを1目編みます。1、そして前の段の長編みを3目飛ばして、前の段の鎖編み1目に針を滑らせて丸ごと目を拾って長編み3目の玉編みを編んでいきます。前の段の長編みを3目飛ばして、前の段の鎖編み1目に針を滑らせて丸ごと目を拾って、まずは1つ目の長編みを編んでいきます。丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。一気に引き入れていきます。長編み3目の玉編みを編みました。そして最後はまずは鎖編みを1目編みます。1、そして立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて細編みを1目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編み、こちらに針を入れて細編みを1目編んでいきます。細編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。これで6つ目の角ができました。そして2段目の編み上がりとなります。このようになります。では引き続きヘキサゴンのブランケットの3段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目を編みます。1、2、3目。そして今立ち上がりの目を編んだ根元の細編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編み2目の玉編みを編んでいきます。1つ目の長編みを編んでいきます。根元の細編みに針を滑らせ丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして3つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。長編み2目の玉編みを編みました。3段目はまずは鎖編みを1目編んで1、そして前の段の鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。前の段の鎖編み1目に針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。1つ目の長編みを編みました。2つ目の長編みを編んでいきます。
同じ目に針を滑らせ、丸ごと目を拾って、2つ目の長編みを編みました。長編みを2目編んで増やし目をしていきます。そして、鎖編みを1目編みます。1、そうしますとこのようになります。次は、角を編んでいきます。角は前の段で長編み3目の玉編みを2つ編んで、間に鎖編みを2目編んでいますが、間に編んだ鎖編み2目に針を滑らせて、丸ごと目を拾って、まずは1つ目の長編み3目の玉編みを編んでいきます。まずは1つ目の長編みを編んでいきます。鎖編み2目に針を滑らせ、丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ、丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ、丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。このようになります。長編み3目の玉編みができました。そして間に鎖編みを2目編んでいきます。1、2、さらに同じ目に針を滑らせて、もう一つ長編み3目の玉編みを編んでいきます。1つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ、丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ、丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて、3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。そうしますとこのようになります。角は長編み3目の玉編みを2つ編んで、間に鎖編み2目を編んでいくという形で編んでいきます。3段目はまずは鎖編みを1目編んで、1、そして前の段の鎖編み1目に針を滑らせて、丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。前の段の鎖編み1目に針を滑らせ、丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。1つ目の長編みを編みました。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ、丸ごと目を拾って2つ目の長編みを編んでいきます。そして鎖編みを1目編みます。1、そうしますとこのようになっていきます。そして次は角の部分を編んでいくという形で、これをぐるりと一周編んでいきます。ぐるりと一周編んでいきます。このようになります。そして3段目をぐるりと1周編んで、最後となりました。手前で鎖編みを1目編んで終わっています。では最後を編んでいきます。3
最後は前の段の長編み3目の玉編みを飛ばして前の段の鎖編み1目に針を滑らせて丸ごと目を拾って長編み3目の玉編みを編んでいきます。前の段の長編み3目の玉編みを飛ばして前の段の鎖編み1目に針を滑らせてまずは1つ目の長編みを編んでいきます。左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。長編み3目の玉編みを編みました。そして鎖編みを1目編みます。1、そして最後は立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて細編みを1目編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編み、こちらに針を入れて細編みを1目編んでいきます。細編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。これで3段目の編み上がりとなります。では引き続きヘキサゴンのブランケットの4段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目を編みます。1、2、3目、そして今立ち上がりの目を編んだ根元の細編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編み2目の玉編みを編んでいきます。まずは1つ目の長編みを編んでいきます。根元の細編みに針を滑らせ丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みも同じ目に針を滑らせて丸ごと目を拾って左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして3つできた糸の輪っかを一気に引き入れて長編み2目の玉編みを編んでいきます。4段目はまずは鎖編みを1目編んで1、そして前の段の鎖編み1目に針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。前の段の鎖編み1目に針を滑らせ丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。1つ目の長編みを編みました。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って2つ目の長編みを編みました。長編みを2目編んで増やし目をしました。そして間に鎖編みを1目編んでいきます。1、そして前の段の長編みを2目飛ばして前の段の鎖編み1目に針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。前の段の長編みを2目飛ばして前の段の鎖編み1目に針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。1つ目の長編みを編みました。2つ目を編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って2つ目の長編みを編みました。長編みを2目編んで増やし目をしました。そして鎖編みを1目編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。そして角を編んでいきます。
角は前の段の長編み3目の玉編みを2つ編んだ間に編んだ鎖編み2目に針を滑らせて丸ごと目を拾って、まずは1つ目の長編み3目の玉編みを編んでいきます。まずは1つ目の長編みを編んでいきます。前の段の鎖編み2目に針を滑らせて丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。長編み3目の玉編みを編んでいきます。そして間に鎖編みを2目編んで1、2、もう一つ同じ目に針を滑らせて長編み3目の玉編みを編んでいきます。1つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みも途中まで編んでいきます。3つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って、左から2つの糸の輪っかを引き入れて3つ目の長編みも途中まで編んでいきます。そして4つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきます。これで角の部分ができました。角の部分は長編み3目の玉編みを2つ編んで、そして間に鎖編みを2目編んでいくというのが角の部分になります。4段目はまずは鎖編みを1目編んで1、そして前の段の鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。前の段の鎖編み1目に針を滑らせ丸ごと目を拾って、まずは1つ目の長編みを編んでいきます。2つ目の長編みを編んでいきます。同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って、2つ目の長編みを編んで長編みを2目編んで増やし目をしていきます。そして間に鎖編みを1目編んで1、前の段の長編みを2目飛ばして前の段の鎖編み1目に針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んで増やし目をしていきます。前の段の長編みを2目飛ばして前の段の鎖編み1目、こちらに針を滑らせ丸ごと目を拾って、まずは1つ目の長編みを編んでいきます。2つ目の長編みも同じ目に針を滑らせ丸ごと目を拾って、2つ目の長編みも編みました。長編みを2目編んで増やし目をしていきます。そして鎖編みを1目編みます。1、このようになります。そして角の部分を編んでいきます。という形で4段目はこれをぐるりと一周編んでいきます。そして最後は3段目の最後と同じ編み方で編んでいきます。そして4段目をぐるりと一周編みました。このようになります。これで4段目の編み上がりとなります。
引き続き編み始めは立ち上がりの目と長編み2目の玉編みを、そして前の段の鎖編み1目には長編みを2目編む増やし目を、間に鎖編みを1目ずつ編みながら編んでいきます。長編み2目の増やし目は1段ごとに一辺につき1つずつ増えていく形となります。そして角の部分は長編み3目の玉編みの間に編んだ鎖編み2目に、同じく長編み3目の玉編みを2つと間に鎖編みを2目編んでいきます。角は全部で6個できる形となります。そして最後は前の段の鎖編み1目に長編み3目の玉編みを編んで、そして鎖編みを1目編んで、立ち上がりの目に細編みを1目編んで終わりとなります。そして最後の段の最後は鎖編みを2目編んで、立ち上がりの目に引き抜き編みを編んで終わりとなります。最後の最後は鎖編みを2目編んで、立ち上がりの目に引き抜き編みを編んで終わりとなります。編み地は対角線上に引っ張ると整いますので、形を整えながら引き続き編んでいきます。そして合計24段編みました。最後は鎖編み2目に立ち上がりの目に引き抜き編みを編んで終わっています。これで全て編み上がりとなりますので、全ての糸の始末をしていきます。そして全ての糸の始末が終わり、アイロンをかけて形を整えて、今回はダイソーのデコレーションボールの茶色を角に縫い付けました。これでヘキサゴンのブランケットの完成となります。使った毛糸玉は合計3個で、サイズは縦が59センチ、出っ張っている対角線上の横が72センチになります。編めば編むほど可愛くなるので、楽しく編めるんじゃないかなと思います。今回はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回。バイバーイ。